生田和平4月26日から1955年9月10日は日本の政治家、実業家、衆議院議員、徳島県石井町出身、幼名、彦江門。先代の生田和平の長男として、明財軍石井村石井で生まれる。1903年より和平の名を襲名した。実家は愛称で、後に、 製紙業に転じ、阿波共同製紙会社、徳島水力電機等で、重役、社長となった。徳島県石井町議員から同町長、明財軍議員を経て1915年、徳島県会議員に当選。徳島県町村会長、全国町村会長、朝名誉水組合議員、徳島県産指同業組合長、第日本産紙開票議員などを歴任。 1917年には、声優会に所属し衆議院議員総選挙に出馬、当選を果たす。以来、戦後は自由党に所属し衆議院議員総選挙で8回の当選を果たした。また、徳島ガス、阿南鉄道取締役社長、四国キート取締役なども務めた。1955年9月10日、78歳で、没する。生田和平。 衆議院議員国会議員白書 ABC 徳島県歴史人物館39ページ ABC 阿波人物誌、P14 ありがとうございます